皆様こんにちは、じゅんです。はい、ようやく手元に届きました。インスタ36053遅ればせながらということなんですけども、ずっとですね、国内の在庫がなぜか 64GB のモデルしかなくて 128GB を探しておりました。で、まあ、公式サイトで注文はしていたんですけれども、そちらが送られてくる前にたまたま国内の在庫を見つけまして購入できました。で、なぜ大容量のモデルを探していたかというと、私が結構使っているこちらの GO2 ですね。これが初期モデルなので 32GB しかないんですね。 GO2 の場合は結構電池持ちも悪かったりとか熱で止まったりするので、32GB でも十分といえば十分だったんですけど、ちょっとこう旅に出たりとかした時にデータの対比はスマートフォンのアプリに移すしかないという状況でした。なので本体のメモリ容量 SD が使えませんので大きい方がいいということで 128GB をずっと探しておりました。今回ですね、こうケースが今までのようなものではなくて画面付きの、まあ、GoPro っぽくなるようなケースに変わったということで、かなりこの辺りの紹介をされている YouTuber さん多いんですけれども、私はですね、実はこの GO2 のこうやって三脚のようにこう立ててすぐに使えたりとかっていうこの仕組みが結構気に入っていたので、まあ、ちょっとこれがないのが寂しいなというのと、あとはですね、 GO2 から 10g ぐらい重くなってるんですね。10g 誤差だよという声もあるんですけれども、もともと軽いのでだいたい 1.5 倍ぐらい、そこまでいかないですかね、で考えると結構な重量の増加になってるんですよね。なので、まあ、そのあたりが実際使ってみてどれぐらい重さを感じるのかというところも気になっております。で早速開けていきたいと思います。はい、ということで、本体はマグネットでこちらにくっついております。これはすぐに外れます。で、中身なんですが、説明書があって、こちらはケーブル類ですかね。ちょっとずっしりしてますが、はい、正解ですね。 USB-C のケーブルが入っていたり、はい、でこちらもマニュアルです。なんか随分しっかりしたのがついてますが、前回こんなのついてました。ちょっともう覚えてないぐらいですが、しまっておきます。ペンダントのスペーサーですね、こう胸から下げて使うペンダント型のマウントがあるんですけども、そちらの角度をつけるためのスペーサーがこの箱の中に入っております。金が結構あるんですよね。どうしてもこの辺のマウント、ごつくはなってますよね。いろいろくっつくんでしょうけど、前の軽量というコンセプトの方が個人的には好みだったりします。はい、これは前もついてたやつですかね。帽子とかにつけるためのものと、こちらがペンダントですね。これもなんかずっしりしてるので重くなった気がします。画面付きのケースが入っております。いろいろ散らかしておりますが気になったので、GO2 のペンダントと GO3 のペンダント測ってみたいと思います。 GO2 のものが、15.5g ですね。 GO3 のもの、なんとですね、 GO3 のものが今 33g あります。これだけで倍ぐらい重くなってるんですよね。ちょっとこの辺りは微妙かな。前のにも多分くっつくので、 GO2 のペンダントをこれからも使い続けるというのがいい気がします。で、こう持った感じは、まあ、10g 重くなってはいるんですけど、そんなに違和感はないです。やっぱりこう比べてしまうとどうしても GO2 の方が軽いんですけども、まあ、GO3 こう単体で持った時にはですね、そんなにずっしり重さを感じることもないので、そんなに違和感なく使えそうな気がしています。大きさはまあこういう感じですね。はい、やっぱ
ぱり一回り大きくなったかなという感はありますね。で、Go2 のケース気に入ってると言いましたが、さすがにこのケースには入らないですよね。これが入るととても良かったんですけど、さすがにそういう作りにはなってなさそうです。せっかくなんで本体の重さも測っておきます。Go2 の方が 26.5g、 Go3 の方は 36.5g ですね。まあまあこの辺りはスペック通りですよね。あと気になっていたのが、ここのレンズのキャップですね。Go2 の時にあの ND フィルターを実はあのご提供いただいていたので、それがそのまま使えそうかなと思っています。で今ちょっと Go2 のを外して、 Go3 のも外して、Go2 のこのフィルターが綺麗にはまるのでレンズ径は一緒ですね。なので ND フィルターとかその他諸々のフィルターとか、このあたりは2と共通のものが使えそうです。はい、では早速こう充電をしてセットアップして使っていきたいと思います。はい、ということでちょっと使ってみたんですけれども、あのタッチパネルの感度ね、サクサク動くって皆さんおっしゃってましたけど、本当にそうですか？なんかメニューとか操作していて急にプチフリーズみたいに固まってしばらく動かないっていうことが結構ありました。まあ、あの初期モデルなのでね、これからファームでいろいろとアップデートされていくとは思うんですが、もう少し操作感良くなるといいなと私個人的には思いました。あとはまあまあ良くも悪くも期待通りと言いますか、事前情報通りでして、こちらの本体若干重くはなってるんですけれども、まあ、普段使っていてそんなに気になるほどの重さではないかなというのと、あとはやはりこう連続録画時間が伸びたというのがとても嬉しいところです。はい、ということでご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルではこういったガジェットですとか、まあ、趣味の車のお話なんかを中心にお届けをしております。よろしければチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは失礼します。